エリゼ宮殿共和国大統領はフランスの大統領で国家元首。また歴史的経緯からフランスの大統領は隣国であるアンドラ公国の国家元首である共同公をウルヘル司教と共に務める。フランス第五共和制では当初任期を7年としていた。しかし2000年の国民投票により任期は5年に短縮された。 2008年7月21日、憲法が改正され、連続した任期は2期までに制限された。また、議会における大統領の演説が可能になった。単なる行政権限の保持者というより、国民の支持に基づき司法、立法、行政の上に立つ国家元首の位置づけが強い。退任後も他の公職についていないという条件があるが、中心。 憲法裁判所の裁判官になる権利を有する。大統領が欠員となった場合、元老院の議長が代行になる。過去に、元老院議長のアラン・ポエールが、臨時大統領になった。共和国大統領の住居と執務室を兼ねる工程は、パリパックのフォーブール、サントノレ通りにある、エリゼ宮殿である。ありがとうございます。